こちらのストーブでお湯が何分で沸いてラーメンが何分で作れるか実験してみたいと思います。ようやく熱湯っぽくなってきました。すでに15分以上経過しています。グツグツと沸騰した感じにはなりませんが、麺は順番ほぐしていくことが可能です。ここまで利用した時間が約18分30秒。完成です。約20分かかりましたね。緊急時や非常時、こちらのストーブを使った時にお湯を沸かしたり袋麺のラーメンを作ることぐらいは可能ということですね。